では続いてトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストを迎えしています。サンワード貿易東京本社営業部の小菅達弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小菅さんは初めてですか、ね、初めてです。初登場でいらっしゃいます。一つよろしくお願いします、ね、ちょっと緊張しております。緊張してますか。、まあ、緊張せずにですね、気楽にやっていただきたいなと思います。今日はどんなお話、原油のお話ですか。あ、今日は原油になります。ですね、どうでしょうかね、まあ、中東の動きが一方でなんかきな臭い動きも一方である。そうですね、一方ではアメリカがイランとの間でですね、そうですね、交渉を行っていてっていう、はい、そんなような状況の中で、まああれこれ話題にもなりやすい。なりやすいですね。で、まあ、ニュースなんかでも結構出てるんですけども、まあ、やっぱり原油自体でいきますと、まあ、最初見ていただきたいのがこちらの、はい、まあ、チャートになりまして、あ、持ってきていただきました、これ、はい、これは WTI の、月足のチャートになります、はい、でご存知の方も多いと思うんですが、まあ、去年の10月ぐらいからずっと下げてまして、はい、でちょうどその、まあ、陽線がついたのが、この前ですね。でそれからまた陰線になってる、はい、ってはいるんですけども、まあ、これを、まあ、底値固めと捉えていくのか、うん、まあ、もう一つ下があるのかというところで、そういうことですね、はい、なので、まあ、結構まあ見てる方はやっぱり、まあ、株やってる方とか為替、そうですよね、日本の投資家の皆さんって逆張りが基本的なスタンス、個人投資家の皆さんね、はいはい、ですからこれだけ下げると、ずいぶんその ETN に、ね、買い物入ったらしいですよね。なのであとは本当にもう1998年からの、はい、こう、まあ、下値のラインを結んでいったときに、こういうふうに結ぶとちょっとここに来ますか、まあ、そうですね、抵抗ライン、抵抗ラインでやっぱぶつかってきますので、ええ、まあ、この辺はやっぱり見てる方は本当に、ええ、まあ、狙っていっている方も多いんじゃないかなと。ああ、やっぱりそうですか。でその中で、まあ、今回は注目していただきたいのは、ええ、やっぱり地政学リスク、はい、でまあ、この前ですとイエメンという国に、はい、イエメン、はい、まあ、シーア派と呼ばれるですね、ええ、まあ、かなりまた紛争みたいなものが起きてしまっているんですけども、うんうん、ここで実はそのシーア派が、はい、抑えた基地と海峡ってあります、うん、はいはい、これがバブエル・マンデブ海峡、ここはもう本当にスウェーズ運河とこう直結する場所になってきますんで、うん、まあ、今後の輸出とかに支障が来たすんじゃないかとか、はい、あとその基地をやっぱり占領したことによって、うんうん、まあ、かなりその武器庫とか武器もあるわけですから、そうですね、まあ、これから活発してくるんじゃないかという不安がかなり今出てきてるっていう状況ですね。であとはまあ少し離れますけども、うん、まあ、やっぱり例のイスラム国問題の絡みで、今度は北の方ですね。そうなんですね、はい、でやっぱりイラク、まあ、バクダッドから第二の都市モスルっていうところをつなぐ途中の拠点でティクリートっていう場所があるんです。ティクリート、はい、ここは政府軍が何度か抑えたという話なんですが、これからまあじゃあモスル奪還に向けまして、まだまだ機関的にも地政学リスクというのが大きく出てくるんじゃないかなというような見方がやっぱりですか。その間に挟まれている形 そのサウジがですね、はい、そのイエメンに対しては攻撃、シーア攻撃をかけてきているとです、ねね、まあ、連合軍を組むとかですね、はい、でそのシーア派の背景にはイランがいるらしいじゃないですか、みたいですね、ね、そのイランとの間でアメリカはまたこう交渉をして、はい、今お互いにその、はい、もう手を握ろうとしている。そうですね、そうするとサウジは怒っちゃいますよね、これ、まあ、怒っちゃいますね、ねえ、なのでそこら辺のなんか読み解き方が非常に難しい、はい、でこの前は6カ国協議ということで、はい、まあ、イランの核協議の話があったんですけども、まあ、大筋の方ではまあ合意してくるんじゃないかという話はあるんですが、はい、うんうん、そうするとイランからの、まあ、輸出量が増えるとかっていう話も出てます、はい、出てますね。ただ、まあ、OPEC 全体として考えますと、うんうん、まあ、日量 の生産枠ってやっぱり決めてきておりますので、はい、まあ、もし仮にイランが増えてくるようなことがあれば、うんうん、まあ、違う国がちょっと減らしたりとか、うんうん、まあ、調整を取るっていう動きが出てくる可能性は高いと思いますので、ああそうですか、まあ、なのでそういう意味では、まあ、値段の動きが
もし仮に下がったとしましても、ええ、まあ、一過性な動きなのかなと。あ、そうですか。いうふうには考えているんですけど、オペック内部での調整作用が働くと。そうですね、ということですかね。総会が6月には予定されてますからね。そうですね、そこの場で、はい、まあ、それなりに調整が進むと、はい、まあ、そう見てらっしゃる。競技も6月なんでですね、あ、そうですよね、まあ、ちょうどいい、ちょうどタイミングとしてはそうですよね、かなと思ってますね。あ、そうですか。なので、まあ、地政学リスクが出てきますと、はい、まあ、どん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 上がるっていうことはもちろんお伝えしづらいんですけども、うんうん、下げづらい状況にも出てくるのかなと思っていますので。ああいうことですか。それでさらに需給のお話もちょっとですね、分析をしていただかないといけないでしょうかね。これが、原油の在庫の量ですね、はい、在庫はもう、やっぱり日々日々こう積み増しているといいますか、はい、まあ、原油在庫自体はやっぱり増えていますね、でここでやっぱり原油の在庫が積み増されている中で、注目していただきたいのが製品の在庫なんですね。製品在庫、はい、これですね、はい、これはガソリン在庫です。これでガソリン在庫、はい、はい、でこれ見ますと2月の13日を一つのきっかけに、はい、うん、まあ、ガソリン在庫はずっと減ってきてると。あ、そうですよね。先ほどもう原油は右肩上がりのままでしたけども、ガソリンの方は2月から下がり始めてる、はい、下がり始めて、もう在庫減ってきてるんですね。そうですね、はい、まあ、もちろん北半球のドライブシーズンが今、はい、いよいよこれからっていうのもありますし、ええ、でガソリン在庫が減るっていうことは、うん、これから原油の取り崩し製油所が稼働しまして、うん、原油の取り崩しが出てきますんで、おーおー、まあ、原油のその上昇の勢いが、はい、在庫の積み増しの勢いがですね、ちょっとこう落ちてくるんじゃないかと。あ、そうですか。いうようなこともやっぱり入れてくるんじゃないかなと思うんですよね。在庫はこれから先そんなに増えなくなる、もちろんその可能性はそういう時期に入ってくるとありますよね、いうことですね。あ、で一方で、はい、その価格が下がったもんだから生産量も落ちてくるんじゃないかとマーケットは期待してますよね。そうですね、ええ、今回のポイントはやっぱりもうここだと私は思ってまして。あ、そうですか。まあ、ようやく生産がずっとこう増えていたものが、ええ、ようやく先週ですね、ええ、減ったと。先週、あ、これはそうですね、3月27日の段階ですね。20日から27日にかけての動きが一番右側ですね、はい、これね。そうですね。あ、減り始めた。減り始めた。でこれはまだ減り始めてその1週目っていう計算なんですけども、これがもう1週続いてくるとか、はい、ってなってくると、うん、まあ、ちょっと期待していいのかなと。ようやく変化が現れた。ようやく変化が出てきたということですね。ですね。まあ、もちろん米価フューズ社といいます、毎年出しているその、ま、毎週出してますリグ数っていう現象も多少影響が出ているのかもしれませんが、うん、まあ、このずっと上がってたものがここへ来て減ったっていうのが、うんうん、まあ、インパクトとしては強いんじゃないかなと思います、ね、うん、その意味ではこれでもってその、まあ、先ほどの地政学的なリスクのお話はちょっと読みにくいところはありますよね。まあ、そうですね。だけどもその需給のバランスでいくとだんだんこうバランスが改善されてきて、はい、供給方からまあ、需要が上に前に出るような状況になってくると、はい、いうことですか。はい、まあ、そういうふうな見方で今は見てますね。あ、そうですか。そしてもう一つチャートをいただいてます。これは今度は週足ですね。はい、週足ですね。でまあ、もちろん値段の動きなので、まあ、今後 の動きの中でも予想なんですけど、はい、まあ、ずっと下がってたものが、そうですね、1回上がって、はい、でもう1回下がって、下がって、はい、また上がってきてる。これは3月の20日がなんか一番安いところですかね、これね。そうですね。そこから戻り始めて、はい、こうなってくると、まあ、見方によってはダブルボトムですか。でまあ、そういう意味では今週の動きっていうのは結構大事になってくるのかなと思うんですけど。ああ、そうですね。もう一本陽線が立つかどうか。そうですね、ということですか、これ、はい、ここをまた抜ければ完全にダブルボトム完了ということですよね。はい、はい、だいぶチャート的にも足元のチャートでもこう変化が出始めているということですか、はい、そうですね、まあ、分かりました。まあ、だんだん陽線のこう本数が増えてきましたから、そうですね、押し目買い底値買いをする投資家の方が増えているということでもあるんでしょう、きっとこれだと思いますね。やっぱりそうでしょうかね。投資家の方はどこかのタイミングで、
やっぱり狙ってくるケースがやっぱり多いですから、そういう意味では今みたいな原油価格とか、まあ、ある程度安いってまあご判断される方であれば、やっぱりおっしゃる通り買われている方多いと思うんですよね。ですかね。これどこまで戻りますか、この一旦は。例えばここで今、ダブルボトム完了となって戻りに入るとすると、やっぱりここら辺ですか。そうです。あとはEIA の、あの短観って出てまして、実は3月、今の時期の短観の目標値段ですと、だいたい47ドル近辺で、ね、47ドル近辺で、これが、次の、期に行きますと、53ドル付近って言われてるんですね。あ、そうですか、53ドルとここら辺ですかね。そうです ね、まあ、長い目で見ると、60ドルとかそういう見通しの単価もあるんですけども、今現在で次 の、 ステップだけ考えますと大体53ドル。あ、そうですか。 EIA 国際エネルギー機関のですね。わ、ね、かりました。サンワード貿易さん、なんかセミナーを予定されているようですね。今度は4月の21日ですね。中田学長直々に登壇ということで、資産形成塾とやりますので、資産形成塾、皆さんスケジュール合う方はですね、ご来場していただけたらなと思っております。これはサンワードセミナーというキーワードで検索かければ、分かりますね、あとは弊社のホームページ見ていただければと思いますので、サンワードさんのホームページで、ということですか。こちらは会場は東京ですか。そうですね、4月21日の中田学長のセミナーは東京ということだそうですね。ぜひ詳しくはホームページご覧ください。来週ですかね、その他にもホームページ見ていただくと各地の予定らっしゃるんですよね。もう東京だけではなくて、他地域でもやっておりますので、そうなんですか。まあ、これどうでしょうかね。春になると皆さんやっぱり投資も活発化する時期でしょうか。そうかもしれませんね。ぜひご来場いただきたいと思います。小杉さん、どうもありがとうございました。